皆さん、鉄分補給してますか？鉄道系バーチャル YouTuber、ヤチヨカルサリーす。中央新幹線のリニアモーターカーが何かと話題になっていますが、鉄の車輪や鉄道線路を使わない鉄道も世の中には多く存在します。有名どころは、ゆりかもめやポートライナーなど、ゴムタイヤで走る新交通システムですが、モノレールも忘れてはいけません。東京都の西を走る多摩モノレールから興味深いニュースが舞い込んできました。ちゃんと多摩モノレールは町田市への延伸にまた一歩近づいたんです。というわけで今回は多摩モノレールの町田市延伸についてお話しします。このチャンネルでは私、ヤチヨカルサが気になっている鉄道ニュースをお届けしています。他にも鉄道の知識や雑談、ショート動画、そして生配信もしていますので、鉄道が大好きな皆さんは、ぜひともチャンネル登録してくださいね。東京都の西、多摩地区を南北に結ぶ多摩モノレール。正式には多摩都市モノレールと言います。上北台から多摩センターまで全19駅、路線距離は 16.0 キロ。1日におよそ10万人が利用する多摩地区の大切な足です。以前から延伸計画が多数上がっていましたが、2022年1月28日、多摩センターから南、町田市までを結ぶ延伸案4つのうち、B 案という一つの案が選ばれました。イエイエイエイヤホホイイエイエイ。選ばれた B 案のルートはアップダウンが激しい土地で、近くの道路は片側1車線が多いことから、朝晩は渋滞が発生するとも言われています。また現在多摩センターから町田まで移動するとなると、小田急で一度新百合ヶ丘まで戻り、折り返して町田まで行く少し遠回りなルートしかありません。ですので B 案が開業すると、多摩地区と町田市がモノレールで結ばれ、立川から町田まで乗り換えなしでつながります。ちなみに総建設費ですが、 B 案に選ばれる前の最短ルート案で1700億円でしたので、くねくね曲がる B 案はもっとお高くつくでしょう。多摩モノレールには他にも延伸案があります。歴史的なところから延伸案を見ていきましょう。多摩モノレール開業前の1981年、多摩都市モノレール等基本計画調査報告という文書において構想されていた路線距離は合計でなんと93キロでした。主なルートは2つ。1つは JR 八高線の箱根ヶ崎を出て上北台、多摩センターを通り町田までの南北ルート。もう1つは八王子を出て唐木田を通り西武多摩川線のこれまさまでの東西ルートです。他にも箱根ヶ崎から八王子までのルート、八王子から立川までのルートも文書に記載されていましたが、どちらも JR 八高線と JR 中央本線が通っているルートです。1990年に上北台から立川北までの工事の認可が下り、1998年に開業。1991年に立川北から多摩センターまでの工事の認可が下り、2000年に開業。現在の姿になっています。認可が下りてから開業までに8年9年もかかったため、おそらく今回の町田市延伸も10年以上先の話になると思います。実は沿線住民だけでなく、とある方々も多摩モノレールの延伸に期待をしています。それがどなたなのかと言いますと、町田のサッカーチーム FC 町田ゼルビアのサポーターの皆さんなのです。 FC 町田ゼルビアは町田市をホームタウンとする J リーグのチーム。スタジアムは野津公園の中にある町田祇園スタジアムですが、付近に鉄道路線はなく、町田駅、多摩センター駅、JR 横浜線の淵野辺駅、小田急線の鶴川駅から、空中バスで町田祇園スタジアムまで向かうしかありません。ホームゲームの開催日には、駅からスタジアムまでの臨時直通バスが運行されますが、
サポーターの中でも直通バス運行開始時刻よりも前にスタジアムに到着し、待機列に並んだり屋台のグルメを楽しんだりする方々は、駅から徒歩でスタジアムまで向かう野蓋登山をするそうです。道中の山道を楽しむブログやツイートもありますが、タマモノレールが町田市まで延伸すると、ちょうど延伸ルートの近くに野蓋公園があり、ホームゲーム開催時に町田祇園スタジアムまでのアクセスが便利になります。しかも延伸ルートの B 案を地図上で見ると、なんとゼルビアの Z の形、サポーターの間でゼルビアポーズと呼ばれている手の形に見えますので、そのような点からも FC 町田ゼルビアのサポーターの皆さんが延伸を喜んでいらっしゃるのです。タマモノレールの町田市延伸ルートが一つの案になりましたが、まだ正式な決定ではありませんので、今後ルートが多少変更されることもあると思います。ですが鉄道空白地かつアップダウンの激しい場所にタマモノレールが通るとなると、山の多い日本他の地域にもモノレールや新交通システムの案が浮上するかもしれませんね。いかがでしたか？これからも私、八千代カルサが気になっている鉄道ニュースをお届けします。不定期ではありますが、このように鉄道のニュースや鉄道の知識、雑談、ショート動画、そして生配信もしていますので、鉄道が大好きな皆さん、鉄道のニュースや鉄道の知識、雑談、ショート動画、そして生配信を見てみたいという皆さんは、ぜひともツイッターフォローとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またね。バイバーイ。ふうふう、おお、指ピーシュ、おピーシュ、いい。